ち上がってきて、優勝候補2人どちらかが確実に落ちる。悲しいな。引き分けはないですからね。ない。さあ、この距離チャージガード、ボンシュめくれず、ワイヤー掴んで、これは落ちない、大丈夫、シャドウダッシュ当たらず、しっかり返す。あれはまあ仕様みたいなもんですからね。仕様みたいなもん。おっとこっちこつれるじゃねえ、叫び爆発。お互い女子テクニカルがないのかな。テクニカルない。サイベードハック、しっかり避けて、この距離は射程外。この距離は当たるか、当てずにフォースボム後ろからこかされて、はい、回転送の読みだったけども、シャドウさあ硬直浮かして、手当を吐かせず浮かせて、イベダ。さあ距離を取ってやり直し。さて、ブラッディウェーブ当たらず、シャッター当たらない。さあ、イベードダッシュどこで？嘘やん。落ちた。嘘やん。嘘やん。嘘やん。もうなんなん、ほんと。しっかり甘で耐えて。あ、耐えて。シャドウダッシュ当たらない。ウォーターハーフで返す。気象でしっかり返して、返す。おっとこれはいけるか。あーっと拾って、スカイ選手1本取っていく。スカイさんが1本取る。何1本取ったんや。さあ足こきさんもそろそろポイントは溜まってるのかな。今回まだ見てないですね。まだ見てないですからね。あーっとここで出していく。お、使っていく。解放しましたね。こうすると火力が8300。解放みたいな。解放みたい。早く早く。しかし白いダメージが出て、うー、5400。一生意味うまいですね。これは解けたか。さあ、うわ、気持ちいいダメージ。30秒で死にますね。移したかった。皆さんごめんなさい、お待たせしました。ちなみに解放中の硬直は本当にほとんどの人が10割いきますからね。これは本当に火力高い。最後に来るスラストプレッシャーがやばいですね。うん、ボムちょっと構えて。サブラッティーウェーブ足らない。1対1の状態で今1対1ですね。多分表示バグしてると思うけど、そっちは表示バグで。おっとクラッチハーフ取られて、リベードダッシュ入って、ボンバしっかり避ける。え、音ない。おっと捕まえる。はい、さあシャドウダッシュ警戒して、しっかり距離を取る。曲げてワイヤー、ワイヤー拾えず、拾えず逃げる。キャンセルして、ファイザーソード当たらない。ボンバーショット、ボンバーショット、クラウチ避けて。さてイベアッター吐かせたかったのか。ウェブシャドウダッシュ掴めず、おっとおっと硬直で。しかしこれはおっと地雷が爆発して、おっと何もない。何もないかったか。けどイベードダッシュは吐かせて、スレーブで、おーうまい、硬直、硬直。イベーダ、イベーダ、さあイベードダッシュ入って、小4だが、しかし気象は当たってくれない。だからしっかりイベードアタック、爆発。何もないぞ。そのままこれはダウンかられて、 HP が残り4000。ちょっとしかしベチンとして、壁ドンとか床ドンでしたね。床ドンベチンと叩きつけられて、さあ HP5000 対7000。あっとブラッディウェーブヒット。しかし硬い、わかんないですねこれは。続いて誘って近づいて、ウォースレーブ負けて、ハーフムーン買って、このままボンバー、ボンバー避けた。しっかり避ける。後ろに回り込んでワイヤー回避、ダウン。おっと、当たって潰れる。で HP がもうないぞ。あとワンパンっすね。あっと、やばい。あっと、これで2本目。足こき。まああれはどうしようもないですね。気象。あれはテクニカルがないとどうしようもないですもんね。そしてリーチですね。
まさか出ない出ない。さあガイザーソード合わせてきて、ダッシュで避ける。ボンバーボンバーしっかり避けますね。さっきから避けてフォースレイブ直接来たが、ね、アーマーで耐えて、さあ決めダッシュ、ハーフ当たらず。うまいっすね。さあ拾えるか、拾ってこのまま潮読み勝って下げんで勝ってコンボ。さあこのままコンボがスパイスさんも硬い、もうこのまま落ちない、コンボは落ちない。これは彼の切れるか、ギリギリ残るか、ギリ残りそうだけども、ギリギリポスボム、HP が残る1400、ハーフムーンが返される。指輪で吐きますね、しっかりハーフに。さあボンバー浮かして、おっと指輪入ったぞ、けどフォースレイブがわからない、1点バックス点を取ったんで、でこいで動かず前に出て、ウェブ曲げて取れない、何もダーツ外れて、さあ、うまいですねこれは。ダウンヒール、さあ1起点掴んで、どこまで削れるか、イベダがギリギリこの辺で返す、イベダ吐いてここで掴みたいところ、でこいにまず最速イベアタで、うまいっすねこれは。ダッシュ落ちて、あ落ちて、これはこれが優しい、あ振ってしまう、あっとこれこれはもう、あこれは火力でゴリ押していく。